皆さんこんにちは、天才です。は？今回はこちらの。おいおいスルーするなよ。だって脳トレするんだよ。改めて、今回はこちらの。ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニングをやります。主こんなのやってたんだな。2ヶ月しか続かなかったけどね。続ける気あります？で、今日5ヶ月ぶりくらいに出席するよ。絶対怒られるやん。こんにちは。お久しぶりです。お元気でしたか？優しすぎんか？怒るどころかお元気でしたかって。では脳を鍛えましょう。鍛えます。じゃあ一番やってる鬼計算をやります。鬼計算。ここで鬼計算とは何か簡単に説明するよ。鬼計算とは今出されている問題じゃなくて、前に出された問題を解く計算のこと。例えば3たす4という式が出てきたとします。そして次に4たす2という式が出てきました。この時答えるのは4たす2の6という答えではなく、1つ前に出てきた3たす4の7を答えます。これが鬼計算です。そして今のように1つ前の問題に答えることを1バックと言います。あとは自分で理解してください。前回の最後は4バック。正解率 85% 以上でした。それでは、85% 以上なので、レベルアップ!5ヶ月ぶりの鬼計算。うまくできる気がしません。頑張れ、主ならきっとできるぞ。鬼計算。はじめ。OK。やりますね。続けて。あっと。よし。いいですね。OK。立ち直ったかな？続けて。最後です。お見事。正解率 85% 以上。意外とできたな。5ヶ月ぶりといっても前の実力は少し残ってますね。85% 以上なのでレベルアップ。5バックもこのまま行きたいです。頑張れ。鬼計算。はじめ。よし。いいですね。頑張って。OK。諦めないで。
よし。OK。あと一問。お疲れ様でした。正解率 65% 以下。一つレベル上がっただけで一気に下がったな。4バックと5バックじゃ全然違うからね。今みたいに全く正解できなかった時は苦痛でしかない。そうなんだな。鬼計算。はじめ。よし、いいですね、その調子。OK。やりますね。続けて。最後です。お見事。正解率 85%。 やっぱり4バックだとよく解けるな。そうだね。でもこのよく解けるレベルじゃなくて、よく解けないレベルの方が脳トレにはいいからね。じゃあもっと頑張らないとダメじゃないか。頑張るよ。はじめ。よし、いいですね、その調子。おっと、落ち着いて。頑張って。OK。 諦めないで。よし、持ち直したかな。あれ、OK。 立ち直ったかな。続けて。あっと、慌てないで。あと一問。お疲れ様でした。正解率 65%。 さっきよりはできましたね。そして5分過ぎてるのでもう終わりですね。お疲れ様。前回より上がりましたね。なんで前回より上がってるんだ。休みも大事ってことですね。お前は休みすぎだよ。じゃあ最後に集中時間測定をやります。
これは僕の集中時間を測れるよ。主の集中時間か、ちょっと気になるな。久しぶりの集中時間測定です。集中時間測定。はじめ。そこまで。あなたが集中できる時間は